サタは日本海軍の給油艦、知床型の四番艦、鹿児島県のサタ岬より名称が取られる。1921年2月24日に横浜選挙にて春工し、佐世保鎮受付席となる。春工から1937年までは海外からの重油輸送に従事した。日本海軍史第七艦によると同年8月から9月にかけて、 佐世保交渉で航空機搭載設備を設置し、特設水上規模艦として特別大演習に参加した。また同年のシナ事変勃発により、中国沿岸に進出し、補給任務に当たっている。1938年、潜水艦救難設備が装備されていた工作艦、朝日がシナ事変の戦場に向かったため、朝日に代わって、 潜水艦救難設備が装備され、2度の潜水艦遭難の際にはそれを使って、沈没潜水艦の引き上げを行った。1度目は E63 で、1939年2月2日に、イオナダで水上で漂白中に E60 に衝突され沈没した。水深が97メートルと深く、また潮流も速いため、潜水譜による作業がほとんど不可能だった。 そのために、半年以上が経過して、ようやく船体に柵が回された。寒満差による海面の昇降とタンクの、中排水によって徐々に船体を引き上げて移動する、潮釣り法が使われて、本艦によって沈没船水管は浅瀬に移動した。最後は、トラス船によって海岸に移動し、遺体収容、事故調査等が行われた。これらの作業に一年ほどかかった。 二度目は1941年10月2日に E61 が玄海などで特設砲艦基礎丸と衝突し、水深65メートルの場所に沈没。総会によって柵を回したところで、12月3日より潮釣り砲を用いて引き上げられた。12月26日に水深20メートルの浅瀬まで移動し、その後は、 トラス戦によって1942年1月20日に、扶養されている。太平洋戦争開戦時には、サセボチンジュフ付属として、引き続き61の引き上げに従事。1942年2月に、海軍省所属となり、最後に進出して、航空燃料の輸送任務に従事。ミッドウェイ海戦では、鶴見と共に攻略部隊の補給隊として参加した。 以後は各地への燃料輸送に従事。1943年12月1日以降は、連合艦隊付属となる。1944年2月12日、特設級平船、日ローマルなどと共に輸送船団を構成し、駆逐艦、浜ハの護衛を受けて、トラックを出港。しかし、2月17日夜に、パラオ北方で、アメリカ潜水艦サーゴの攻撃を受け、 後部を深く沈めて、航行不能に陥る。浜葉が警戒し、特設級平船、新玉丸によって栄光され、2月20日にパラオに到着する。修理が行われたが、3月31日に第58任務部隊の艦載機によるパラオ大空襲を受けて沈没した。この空襲では、同系艦、医療、給油艦、王瀬なども失われている。 1944年5月10日に除籍された。1947年5月5日、サタは扶養され解体された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。ありがとうございます。